時刻は12時32分になりました。ようこそ光の仕事人。このコーナーは西関区をはじめ新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストはこの方です。まずは自己紹介をどうぞ。はい、ポカポカラジオをお聞きの皆様こんにちは。はじめまして、ジャズシンガーの吉川直美です。自己紹介ですね。関西出身で大学から東京に出てこのまま、働いて情報誌の編集者を経て、結婚後は香港に3年暮らして、2002年から新潟県民で現在三条市に住んでいます。そんな感じで大丈夫でしょうか。はい、はい、ということで、なかなか今ね、YouTube のカメラが言うことを聞かなくてあたふたしておりますけど、生放送ならではですよね。そうですね、いろいろあります。はい、はい、三条市からお越しの吉川直美さんです。ようこそおいでいただきました。ありがとうございます。はい、で、まず自己紹介簡単にしていただきたいんですけれども、はい、今されたように、三条市にお住まいなんですが、生まれは関西です。関西なんですよね、はい、昨日ちょうどこのコーナーの新潟姉さんという大阪の、あの方大阪なんですか。そうなんです、大阪にお住まいなのに新潟のことを PR してくださる既得な方で、かぶり物してました、ね、はい、ずっとしてるんですよ PR するときは。すごいすごいですよね。だからなんかちょっと関西のね、美しいなこの光の仕事人なんですけれども、はい、もうでもかなり新潟長いですよね。そう、2002年からなんで、もう本当にもう本当に、18年ですので、うん、どっぷり、どっぷり使ってます。女でございます。はい、方言もわかりますかだっけさーですか、ね、はい、なんですけれども、さて、直美さんはね、まあ、ジャズシンガーでもあり、ラジオも結構、そうですね、今までされましたよね。ももちゃんともともとね、はい、のラジオつながりで、そうなんです、三条時代もそうだし、あと新津にも出てもらって、そうですね、うん、で私も2005年ぐらいから、まあ、歌を始めて、はい、その次の年から、まあ、燕三条地元でラジオをやって、その後 FM ケントさん、はい、で去年の夏までは FM 新潟さんでジャズの番組をやらせてもらってましたが、1年ぶりで、しかも生放送は本当に各局出てますよね。いやいやいや、ありがとうございます、はい、はい、そんな直美さんなんですけど、久しぶりのラジオということで、はい、よかったです、はい、来ていただきまして、はい、でもね、今までほらステイホームだったわけでしょ。そうですね。どうでしたか。ね、ライブ自体は2月の最後の週ぐらいに1回やった後、まあ、3月に俺のイタリアンで出演したんですけど、それも3月11日が最後で、もうぷっつりできなくなって、で延期したライブもことごとく中止になって、で、まあ、4月ぐらいからだんだんこう何も活動しなくなったら、自分は何者なんだろうっていうか、歌わなくなった私ってなんだろうって飢餓感と焦りが出てきて、で急にですねご存知の方も多いんですけど、ギターの弾き語りを、はい、要は一緒に演奏する人がいないので自分でやるしかなくて、はい、アカペラでやるほどちょっと厚かましくもないいや、アカペラでやってる人ごめんなさい、アカペラでやるほどそんなにあれなので、はい、ギターを前からやってみたくて、弾きながら歌を歌うっていうのを、まあ週2回ぐらい試しにもうネットで上げて、ね、そしたら結構応援してくださる方もいて、でまあそれをやってたんですけど、まあ、ギターを上手くなりたいっていうよりは、実は歌を下手にならないためとか諦めないためにやってたような感じで、じゃあ練習というか鈍らないように。そうですね、なんかアスリートと同じで、はい、やっぱりミュージシャンの人も音楽家の人もみんなそうだと思うんですけど、人とやらないとかってすごいこう反応が落ちるし、そうそう、まあ、自分のもちろん発声練習とかはするんですけど、やっぱ人前でやらないっていうのはすごく鈍るんじゃないかというのと、あとギター弾きながらやるって、まあ、ギターも目立つなんですけど、はい、いやいやいや、歌うのもすごい難しくなるんですね。同時に何かやる。そうですよね、弾き語りだもんね。で、要は筋肉養成ギブスとかそれつけながら母子ユーマ状態で歌ってる感じで歌詞もちゃんと入れないと
ではこっちに気を取られる分、はい、歌をしっかりっていうので、ね、逆にこう練習になってこれはいいなと思って懲りずにやらせてもらってますね。今日ちょっと映りますかね、ウクレレ、これは今日のお飾りで、はい、YouTube の人にちょっとね持ってジョニーという名前のハワイ出身のジョニー、今日は弾きませんハワイさんなんですか。ハワイさんなんです。ちょっと弾けないんですか、なんか音色だけでも、音色だけでもちょっと、ね、うん、マイクの近くで、マイクの後ろに、はい、でも音色がなんかもう癒されます、ね、一瞬でハワイのビーチに来たみたいな。じゃあその間、まあ、ウクレレとかギターの弾き語りをして YouTube とか Facebook にアップしていたと。結構、まあ、普段ずっとアウトプットっていうか、人前に出ていろいろやってる分、なんか、はい、この時間ってもう自分のなんかこう内面にインプットするために実はすごい貴重な時間かなと思ったり、あと歌う中でこう、まあ、発声とか、まあ、発音もそうですけど、もっともっと学ばなきゃいけないなっていうのを改めて感じて、今リモートで週に何回かな、東京とニューヨークは2週間に1回、東京は週に2回、あと新潟でもボイストレーニングとか、ステイホーム中で世界中のプロの人たちがこういろんなこう、なんていうんですかね、リモートで そのオンラインレッスンとかそういうのやってらして、そういうのを受けてかなりいい意味で刺激をもらってました。すごいですね。やっぱり貪欲ですね。いやいや、相変わらず強欲なに、エールのおもちゃには負けません、お父さんみたいな。いやいやいや、ね、そうか、もう転んでもただでは起きない感じ。いや、どうですかね。まあ、でもやっぱり早くね、なんか生の、ね、ライブをやりたいなという気持ちはあります、ね、でしょう、本当にミュージシャンやアーティストの人は大変だったと思う、この 2,3 ヶ月で。まだ先が私たち見えないので、一番最後だってやっぱライブハウスもね、今まだまだだんだん始まってますけども、なかなか元には戻らないだろうなっていうところでいくと、人を集めてこう人前でパフォーマンスするっていうのがなかなか今難しいので、密がね、3密なので、こう何かね、新しい方法とか新しいやり方とかも考えていかなきゃいけないなと思いますね。そうですね。いや、そういう中でね、こう新たに音楽ではない何かっていうのを見つかりました。音楽以外、はい、音楽以外、歌詞とか料理はもちろんお好きですよね、もともと。そうですね、いや楽しむことだったら本当に今流行りの、なんて、鬼滅の刃前回、なんかアニメからハマりました。ハマりました。そうですか。なんか私、絵が好きかどうかってアニメって大きくて、大きいですよね。結構絵が好きで、あと世界観もなんか大正時代、知ってますよ、何、見た目の感じは分かるんだけど、ストーリーとかは分からなくて、なんかね、まあ、ストーリーは少年ジャンプで掲載してる、まあ、ネタバレになっちゃう、少年が、成長していくストーリーなんですけど、はい、鬼を、殺しながら、ただなんか途中でこう全集中の呼吸とかって、呼吸を張り巡らせることでこう力をみなぎらせて、敵を倒すとかが、まあ、歌う時もすごい呼吸って大事なので、なんか体の使い方、はい、なんかそれもなんか自分だけ、自分の中の世界に取り込んで、私もなんかたまに全集中の呼吸と思いながら歌ったりしてます。つながってますね。じゃあつながってますね。何でもこう自分に引き寄せるのが好きなので、全集中の呼吸か、それとか出てくるんですよ。はあ、呼吸って大事ですよね。呼吸大事ですね、本当に。自分の中のいろんなものをやっぱりパフォーマンスを上げるという意味では、浅い呼吸だとやっぱりそれができないし、気持ちも落ちますし、で、奈美さん、ほら、コロナ以前だったかにお会いした時に、語学も勉強してましたよね。はい、まあ、ジャズを歌ってもう十数年経つんですけど、ジャズは英語なんです、英語はまだまだなんですけど、ボサノバも好きで、ブラジル音楽にハマって、で、ポルトガル語をブラジル人の先生に習いながら、そのブラジル音楽のユニットなんかも一緒にやったりとか、あと、まあ、ここ最近はやっぱり自分の
まあ、3年前にアルバムを出したんですけども、リキッドパークスというちょっと新潟の若手をプロデュースして、新しいこうジャズ、ジャズ、まあ、なんていうの、ジャンルをちょっとこうオーバー超えたようななんか新しいサウンドっていうので、でそれをまあ、ニューヨークから名古屋君とかね、しばらく行ってたんです。去年彼が帰ってきたんで再活動し始めた矢先のコロナでちょっと今って感じなんですが、それもでも次のステップが見えてきた感じです。そうですか。名古屋さんかっこいいですよね。そうですかね。ファン多いですよね。そうですかね。いや、かっこいいですよ。仲間って感じですか。そうですね。うみんなね、はい、ここ数年でいろんなライフスタイルも変わって、うん、会うたんびに新しいので、彼らはすごいなと思います。刺激を受けます。そうですね。番組の後半、まだまだお聞きしていきたいと思います。はい、一旦コマーシャルです、はい。ありがとうございます。ようこそ光の仕事人。今日は、三条市からジャズシンガーの吉川直美さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、なんかね、最近こう話題になっていることがありましたね、コロナの最中に。そうですね、ちょっとその話の前に、うん、私坂本龍一さんが最近、ある雑誌で言ってたことで、すごい響いたんですけど、はい、なんか失うことから想像は生まれるっていうふうにおっしゃっていて、まあ、クリエイティブな発想っていうのは失われている状態からこそ生まれてくる、要は満たされた状態では生まれないんだ。だから今コロナ禍で本当に表現者たちはもう場も失ってるし、手段も失ってるけど、でもそこから何か新しいものがそこからこそ生まれるところにすっごいめちゃくちゃ勇気とエネルギーをもらって、まさにそれが実現されたのが昨日新潟日報さんにも紹介されたんですけど、新潟フレンズっていう新潟にので、まあ、活動しているミュージシャン中心に20名ほどで、この、ちょうどステイホームの期間に、うん、すごい短期間なんですけど、キャロル・キングさんのね、うん、You've Got a Friend っていう名曲を、うん、You've Got a Friend を新潟フレンド、わかります？わかります。夕方と新潟をかけてやるというですね、試みを声をかけられて。これは誰が発信したんですか、最初。トラソルのタッチさん、トラットソウルのタッチさんが、タッチさんが中心に、あとドラム本間さんとかが、はい、制作、全部動画を編集、音声もやられて。すごい、見ましたよ動画。ねえ、かっこいい。これ本当急に来て、でガイドに合わせて、まあ、歌って新潟フレンドっていうのでやって、誰がやってるかも全然知らなくて。あ、そうなんですか。メンバー知らなかった。メンバー知らなくて、で来て動画見て初めて、あ、この人もこの人もこの人知らないみたいな感じで、これ絶対こういうのじゃないとありえないというか、うん、リアルな企画だったら生まれないものなんですね。総勢何人ですか。20人。うわ、ボーカルが15人ぐらいいて。すごいね。なんか新潟の歌姫多かったですね。そうですね。今ちょっとラジオ聴きの方ね、バックに、そうです、かかってます。いいんですけど、うん、YouTube でね、動画が配信されてるのでね、ぜひ見てほしいんですけど。じゃあ吉川直美さんの Facebook で入ると分かりますか、ね、そうですね、私の Facebook で入っても、うん、さっきのギター弾き語りも公開にしときますので、はい、自分の ね、YouTube に上げればいいんですけど、ぜひぜひ見ていただきたいんですけど、本当にこれは、うん、今いろんなところに広がり見せていて、まあ、せっかくなんで第2弾で、うん、まあ、新潟フレンドで、うん、新潟フレンドは20人のミュージシャンだけじゃなくて、私たちがお世話になってる、これから関わっていく人たち、みんな新潟フレンドなんで、うん、今ちょっと一番困ってるライブハウスさんにも声をかけて、ちょっと短めの紹介動画で最後に新潟フレンド流れるものが、昨日からですね、ちょっとアップ始まっていて、うん、そしてパルムさんとかスワンさんとか、ね、ぜひこれからもどんどん広がっていくと思うんですけど、あと、まあ、ぜひ今回参加してでね、ミュージシャンの方ともなんか、ね、交流できたらってみんなが言っていて、うん、まだまだステイホームはね、ちょっと、少しずつ解除されてますけど、この動きというのはこれからもつながっていくといいなって思っていますね。そうですね、いやすごい素晴らしい活動だと思っていまして、他の県外とかはそういったこのライブハウス支援のためにミュージシャンが集まって CD とか作ってね、
それを売った収益でライブハウスさんをつけるみたいなのをやってますよね。新潟でもやってますしね、うん、あとは本当に今クラウドファンディングとか出してみんながやってます。私も東京とか大阪とかでもライブやってるので、そういうお世話になってる。あとニューヨークもそうですけど、できる限りビビたるあれですけど、できるものはねやっていきたいなと思って。本当場がなくなったら帰っていく場所がなくなるので。そうですよね。いや本当になんとか頑張ってほしいなって思うライブハウスいっぱいあるじゃないですか。いいライブハウスが、老舗のライブハウスがね、なんとかね、皆さんぜひお力を貸してください。はい、ぜひお願いします、はい、という感じで、吉川直美さんね、さまざまな活動をされているわけなんですけれども、まあ、ご自身がそのシンガーになる前、まあ、編集のお仕事もねされてたんですよね。どっぷりと情報誌編集でやってました、はい、そういった紙媒体の仕事をまたしたいとかはないんですか？どっちかというとなんか思ったんですけど、はい、私生きてることがもう自分が編集者として生きてるなと思ってて編集者って要は世の中のいいものを紹介せずにいられない、ね、ああ分かる、ももちゃんもね編集者体質です、だからラジオ毎週やってる時も週刊誌編集者と同じで、週刊って雑誌作る感覚で番組を作ってて、今日これがこの音源をみんなに聞いてほしいとか、このアーティストの素晴らしさを知ってほしいと思ってやってきたし、さっきのリキッドパークスも新潟の素晴らしい若手ミュージシャンをみんなに紹介したい、でそこに自分も乗っかっちゃいみたいな、結構編集者根性というかそれが染みついてるなと思うこれ一生抜けないなって思いますね。やっぱりそういうのが好きなんですね。そうなんですね。家庭ではどんな顔ですか？家庭さん。いや、でもね、結婚して、うちの主人出張多いんですけど、まあ、一切行けなくなったので、この2ヶ月ぐらい、こんなに一緒にいたことは結婚後ないぐらい、毎日一緒にいて、いや、こんなに一緒にいたことなかったよねみたいな、それでね、子供ができるってことは絶対に一切ないんですけどすいません、昼間の番組で、まあ、ご飯作ったり、本当にたわいない日常を家族で過ごしていますね、はい、じゃあ本当にね、家族でいる時間が増えたんですね。でもうちの家族って、それぞれ好きなことをみんなバラバラにやって、一緒の空間で別々のことやってるんで、私は鬼滅のね、さっき見てるところで旦那はなんだっけ、映像系には手を出すなにハマってますし、全然知らないんですけど、面白いらしいですよね。そこはなんかドラムの練習を、サイレントドラム買って、あ、ドラムやってるんですよ ね。小さい頃からやってるんでしょ？そうです、小さい頃からやってます。じゃあもう見物じゃないですか、今後どうかな、わかんないですよ、親子共演はないですか？まあ、彼なのでヘビメタルが好きなんで、ジャズよりもメタルロックなんで、私がシャウトできるようになるか、彼がスイングをやるかどっちかですね。そっか、今日だって6月9日ロックの日ですもんね。そうですよね。だからもう高気圧連れてきたな、直美さんと思って。あ、そっか、もう本当なんか、春の間外に出れなかったけど、もういきなり今日久々にね、私にとっては遠出なんですけど、夏が来たなって感じで。ですよね、で今日番組のオープニングでも話したんですけど、ロックフェスが全部中止じゃないですか。そうですね、フジロックも、まあ、新潟の音ひげとかもそうなんですけど、何を楽しみにこの夏生きていこうかと思って、本当にね、なんか皆さんでも募集したいですね、何を楽しみにみんなで考えよう、この夏みたいな。本当になんかこう、集まるわけにもいかないし。でもね、この間の花火サプライズでやった、私見れなかったんですけど。感動しましたよ、私も音だけで。集まらなくても、自分の自宅からなんかああやって空を見上げて、みんなでこう何かを感じる、花火でもいいし、月でもいいし、なんかこう、つながってる感があるといいなと思いましたね。いい、さすが同じ時間にこうミュージシャンだわ、いうことが、月、まさしく月ってそうですよね。同じ月を見てるじゃないですか、みんな。月はよくはみんなストロベリームーンの時もあれですけど、本当それなんか歌詞に今書きたいなと思ってくれるんですけど、どこにいてもみんな同じ月の下で同じ月を見てるっていうのはすごい、もう曲になりそうな。なるほど。え、作詞もされるんですか？さっきの、リキッドパークスで、次のオリジナルを作りたい。これラジオで言っちゃったんでね、ちょっと頑張ってよみんな。オリジナルを作ろうってことで、名古屋君とかにちょっとメロディー考えてもらったり、平野翔也君っていうね、素晴らしいスタジオを経営してる、彼にやってもらったりで、
次にライブで会う時とか、まあ、もしくは配信でもオリジナルを歌えたり、うん、あの皆さんにメッセージできたらいいなって本当に思ってます。それが次の目標ですね。じゃあ2枚目もありそう。2枚目もありそう。でもね、最近ほら CD よりは皆さんなんかもうそのまま配信とかで、そうですよ、 iTunes とかね。でも私やっぱりね、物が、うん、私も物が好きです。そうなんだ。だからあのわざわざね、鬼滅の刃も20巻買っちゃいました、うん、なんか所有するなんでまあ、わかる。それはそれでなんかサインもね、ライブだ。本の紙が好きですよね、私、本の紙。あ、わかります、うん、本屋さんも大好きですね。ね、そっか。じゃあやっぱりね、まあデータもいいんですけれども、 CD というこのケースに入ったものがね、販売されるといいなぁなんて思いますね。ドライブハウスってね、皆さんにそれを買って手に取ってもらってさ、うん、できるように日常が早く来るといいなって本当に思いますね。そうですよね。え、ライブハウスもこう少しずつ顔を出す感じですか今？あ、そうですね、もう6月から新潟のライブハウスと一部ライブが始まってます、うん、あの本当に3密を気をつけて 感染対策をしっかり各店やられていて、あとやっぱりあの入場制限されています。で、私も実は来月の7月19日の日曜日、本当は新潟ジャズストリートをやる日だったんですけど、あのジャズフラッシュさんという新潟の新生中の新生、そちらのマスターから直々に直美さんの方からライブやって頼まれて、日曜日、まあ、夕方5時ぐらいからですね、はい、やっぱり予約制ですね。あの通常の多分キャパの半分以下ぐらいで、各テーブルに消毒液も完備して、あとなんかこの間言ったらなんかお熱をピッてやるやつ、測るやつも用意して、はい、本当あの皆さんで気をつけながら、でもやっぱり生の演奏を楽しんでもらいたいというので企画してますので、あのね、ぜひそういった形で少しずつ再開をしたいなと思っています。お時間が、ね、あっという間に来てしまいましたけれども、ね、最後はね、曲紹介でお別れしたいと思います。先ほど言われたリキッドパークスの中より、はい、またね、皆さんと、旅に出られるように、旅に出て皆さんの元にで会えるようにという気持ちを込めまして、リキッドパークスで、僕らが旅に出る理由を聞いていただきながら、今日はお別れします。皆さんありがとうございます。はい、今日の光の仕事人は三条市のジャズシンガー吉川直美さんでした。どうもありがとうございました。